どうも、町田コシヒカリです。はっ！さて、あれ？町田がキッチンにいます。私同棲してから、私の仕事がゆっくりな日は愛するピピのためにお弁当を作るようになったんです。時々でも、もうだいぶ家事するようになったんですよ。パスタにサラダ油入れてペペロンチーノって言ってた持田がピピの弁当を作ってます。同棲する前は一人暮らしで、まあ私しかいないからめちゃくちゃ適当でね、そんな日々送ってたけど、同棲始めてからはやっぱり彼がいるっていうのもあって、ちょっとだけ私にも責任感生まれて家事頑張れるようになったんだよね。でもね、見ての通り私料理苦手っぽいんだけど、レパートリー考えるだけで本当に毎日大変。冷蔵庫の残り物でちゃちゃっととかね、できる人すごい憧れますもう気づいたら食卓茶色茶色茶色で、なんか1日分の野菜とかをさ、献立に入れ込むのもむずって正直なる、料理下手な私にとっては。あとなんかコンビニとかスーパーとかに頼りがちになっちゃうんだけどさ、私がコンビニ行くとやっぱ1食2000円くらい飛んでいくわけ。ということで今日の朝ごはんはお弁当の残りです。しかもめっちゃ茶色い。なんかさ、愛するピピのために栄養管理とかすごくしてあげたいんだけど、野菜とか彩りのいいご飯とかね、めっちゃ作ってあげたい気持ちとは裏腹に茶色いご飯ばっかりになっちゃう。てかさ、お母さんって本当にすごいよね。一人暮らし始めてからさ、何回これ考えたんかなってぐらい考えてる。ありがたみを日々感じてる。今日ちょっとみんなで弱音吐いとく？やっぱさ、主婦や一人暮らしのファンの方も私たくさんいらっしゃるんだけど、家事って本当大変よな。全然苦じゃない、好きっていう人もねいると思うんだけど、私はね本当に苦手。毎日献立、買い物、料理、片付けとかさ、マジでこう家事と一言で片付けられないくらい名もなき家事をさ、いっぱいしないといけないわけじゃん。もう一番持ちが苦手なのは食後の洗い物。もう一回現実逃避しときます。私ね、器用じゃないんで、一回の料理で洗い物がね、ほんと山積みになっちまうんだよ。フライパンとか鍋使った日は本当に地獄でさ、今のお仕事もめちゃくちゃ好きなんだけど、やっぱ超絶不規則なんだよね。この間もなんか、朝から23時くらいまで現場行かせていただいて、次の日始発の新幹線地方みたいな。ありがたいんだけどね。とか言ってたら、こう、丸一日何もなかったり、一週間なんかすげえ暇だなとか、休みと仕事の広さがね、めちゃ激しいんです。だから同じモチベで全く家事ができないんだよね。自炊をね、ちょっと頑張ってみようとしてみるんだけど、なんか野菜炒めバカになっちゃう。ごめん、ピピ。大量の洗い物頑張ったんで、自分に甘い私はいただき物のマンゴーで一服します。沖縄のマンゴーらしいんだけど、夢？って思うくらい甘いし、水？って思うくらいジューシーでめちゃくちゃ美味しかったです。そうこうしてたらもうお昼です。この後ねお仕事があるんで、今から料理するのはちょっと、ということで、最近ね持田が世話になってる友人を紹介します。これはあえてバイ味の素社の冷凍弁当なんだけど、冷凍餃子の売り上げ日本一の食品メーカー味の素社が作ったメニューが、レンジでチンするだけで簡単に食べれるっていう、持田のマジの救世主、親友、友達、マブ、ソウルメイト。お昼はがっつり食べたかったので、デミグラスハンバーグと焼きとうもろこしご飯のお弁当をチョイスしてよ。これおかずだけじゃなくて、大麦が入った混ぜご飯が入ってるから、別でご飯用意しなくていいの。これで完結でね、味めっちゃ美味しいの。これハンバーグは味付け結構しっかりされてて、肉厚で食べ応えめっちゃあるの。私小学生の舌を持ってるって有名なんだけど、これ、ね、お子さんとかね絶対好きな味だと思う。トウモロコシの混ぜご飯はトウモロコシの甘さが生きててすごい美味しいし、麦ご飯がもっちりと柔らかめで結構食べやすいです。で、添えてあるブロッコリーのガーリックソテーはね超感動した。ご飯が進むし、なんかお弁当の主役級の美味しさを張る。まあ冒頭で伝わったと思うけど、私本当に料理苦手だから、レパートリー考えるので時間かかっちゃうんだけど、まずレパートリーで悩まなくていいっていうのが本当に嬉しいポイント。し
かも30種類以上メニューがあるからマンネリしない。和洋中いろんなジャンルから選べるんよ。だから今日食べたいが見つかるんよ。とにかく冷凍庫にストックしておけば、もう忙しくてもう家事したくないっていう辛い日にはめっちゃ救われるし、あくまで私の考えだけど、毎日やっぱコンビニ弁当とかスーパーに頼るのってちょっと栄養面とか金銭面でも少し不安はあったんですけど、あえてだったら栄養面も安心です。食べ終わったトレーは捨てて、洗い物はお箸だけだからめっちゃ楽ちん。やっぱ仕事行く前とか寝る時間なるべく優先しちゃってバタバタしちゃいがちだけど、これのおかげでね、時間に余裕が生まれます。ワンオペの主婦の方とか育児で忙しいママさんパパさんに、こうちょっと自分の時間を少しでも欲しいなっていう時になんか使うのはすごくおすすめだなって思いました。時短された時間で私はピーマルと遊びます。ほんと仕事前バタバタしちゃうんだけど、今日はもう自前でね、ゆっくりメイクもする時間もできたし、汗だくで現場入る前に近くのカフェでちょっと涼むことにしました。ガトーショコラとレモンティー食べたんだけど、ガトーショコラは周りサクッとしてんのに中のチョコトロットロで、もちだもとろけそうだった。てかとろけてた。時間に余裕持つってやっぱ大事だよね。それだけで誰かに優しくできる気がする。はい、ということで帰ってきました。疲れたし声が枯れてしまいました。21時58分です。買い物しようと思ったんですけど、うちの近所のスーパー9時に閉まっちゃうんです早しかもめちゃくちゃ今日ね、荷物いっぱいあって小道具とかなんなりたくさん持って帰ってきたがために、コンビニ寄るのもちょっと持つものが多すぎてちょっともういいやと思って帰ってきてしまったんですけど、今日の晩ご飯はこれです。月見スパイスキーマカレー枝豆ご飯。あーめっちゃうまそう。本格的なねスパイスの香りがねすっごい食欲かきたてるのよ。めっちゃうまい。チリソースとナンプラーで味付けした揚げナスがほんとトロトロで美味しい。今日私ずっととろけてる。かぼちゃはねホックホクでシンプルな味付けで食感がいい枝豆ご飯とスパイシーなカレーの相性抜群。22時にキーマカレー作れないからマッチで嬉しい。そもそもキーマカレー作れないんですけど、枝豆ご飯が結構食感をしっかり出してくれてるからまた満足感があるわ。22時に帰ってきたら料理も作りたくないじゃん。でもご飯食べたいじゃん。そんな時はねあえてなのよ。洗い物とか料理する時間時短できるから寝る時間確保できるし、その分ねゆっくりお風呂に入れるようにもなったんだよね。夏場ってさ買い物行くだけで滝汗だし、両手にスーパーの袋持つだけで腕ちぎれるじゃん。あえてをこうストックしておけばやっぱこういう日も安心だよね。うまく活用するようになってからやっぱ心にも時間にも余裕生まれたし、夜活も楽しくなったから、一人暮らしの方とか毎日お仕事大変で帰ってくるの遅いよっていう方にもおすすめ。もう疲れて料理できない日はね本当に背徳感あるから、一食をあえてに頼ったり本当に何もやる気がない日は毎食あえてでも OK だし、栄養バランスも安心でいろんなレパートリーの料理が楽しめるよ。私が仕事遅い日とかピピがすごくお仕事大変だった日はピピもこの冷凍弁当食べてくれてるんだけど、やっぱりご飯がしっかり入っているのとおかずももりもり入っているからピピも満足感があるって言ってた。料理とか洗い物する時間時短できたから、私はちょっとファンの方からいただいた激うまなタルトの差し入れを食べようと思います。食べながら見逃し配信の月9をね見逃そうと思い、あ見逃しちゃダメだ、見ようと思います。はい、ということで今日はもちだの一日のリアルな食事お見せいたしました。今回ねこのあえてのお弁当を食べてみて、私が一番気に入ったベスト3をご紹介しようと思います。全部美味しかったので選ぶのめっちゃ悩むんだけど、まず第3位、ダン、デミグラ
ラスハンバーグ焼きトウモロコシご飯です。私もハンバーグめっちゃ大好きで、もうハンバーグみたいなね、こう腕してるんですけど、ハンバーグがめっちゃ大好きな私にとっては本当にあのジューシーで、あと焼きトウモロコシご飯っていうの、トウモロコシも大好きなんですね。焼かれてるトウモロコシの中の風味がすごくこう生かされてて、めちゃくちゃ美味しくてボリューム満点だったので、はい、これでも第3位、はい、で第2位、ドルルルルルル、月見スパイスキーマカレー枝豆ご飯。キーマカレーをポッとこうチンしただけで食べれるっていう嬉しさで、しかも卵も乗ってる、あれ冷凍であんな半熟卵が食べれるのもびっくりだし、やっぱキーマカレーを夜の9時、帰ってきた夜9時に作ろうとは思えない。そんな時にはこのあえてでチッてしてキーマカレーをサクッと食べれるっていうのは、なんかすごくあの気持ちのこのなんだろう、充実感が強かったなって思って第2位です。第1位、ダルルルルダン、柚子胡椒だれ豚しゃぶ生姜鶏そぼろ混ぜご飯です。やっぱね、柚子胡椒好きなんよ。柚子胡椒がね、またご飯進むし、なんか程よい塩味と、でもあの鶏そぼろご飯、生姜鶏そぼろご飯ってご飯にももうしっかり味付けされてるんだけど、それとその豚しゃぶをこう一緒に食べた時のあの感動もだし、でも単体で食べても美味しいっていう、そのなんか1個で2個いいとこ取りみたいなところがなんかお気に入りでした。今回みんなに嬉しいお知らせがあるんです。なんと今回ですね、持田コシヒカリ、私とあえてバイ味の素社のコラボセットの発売が決定しました。ありがとうございます。全部で12個で、一つ目がデミグラスハンバーグ焼きトウモロコシご飯、餃子枝豆と干しエビの混ぜご飯、これ美味しいんだよ、和風ガパオコーン入りバターライスが、普段自分じゃあんま作れないメニューをちょっと選んでみました。ネギ塩竜田揚げ、しらすとレンコンの混ぜご飯、磯辺七味唐揚げ、根菜の中華風混ぜご飯、トマトチーズハンバーグ、枝豆バター醤油ご飯、枝豆バター醤油ご飯めっちゃうまいからそう、月見スパイスキーマカレー枝豆ご飯、これレベルじゃない、ランキング2位のやつ、あと生姜香る鶏そぼろと卵、きのこと根菜の混ぜご飯、はい、これめっちゃ美味しい、あの甘辛エビチリオムライス風混ぜご飯、エビの下処理とかなんかそういうのもめんどくさいから、なんか手軽にエビチリ食べれればいいなと思ってくれるんですので、柚子胡椒だれ豚しゃぶ生姜鶏そぼろ混ぜご飯、そして牛肉オイスター炒めさつまいもとごぼうの混ぜご飯、そしてタンドリーチキンオムライス風混ぜご飯、このねタンドリーチキンオムライス風混ぜご飯も私結構あの1位か悩んだあの商品です。これめちゃくちゃ美味しい。はい、こちらの12セットを今回コラボセットとして特別に販売させていただきます。まだ嬉しいお知らせあるんですけど、私のこの12食セットがなんと 62% オフ、なんと1食500円で楽しむことができます。ありがとうございます。そしてね、今回持田の12食コラボセットを注文いただいた方、なんと2回目以降もお得にずっと 41% オフさせていただきます。ありがとうございます。いつもお世話になっているみんなに嬉しい、こういうキャンペーンをお知らせできて、私が一番嬉しいです。はい。さらにね、送料無料のチケットもつけていただいておりますので、送料は気にしないでください。はい。で、こちらのキャンペーンが8月5日の12時までとなっております。12時まで。8月5日。こういう冷凍弁当とかそういうサービスっていうのは、なんか結構金額が高くて手出しづらいのかなとか、なんかそういうシステムな面とかで不安が結構多かったんですけど、あえては入会金、あと年会費と、あとキャンセル料が無料なんで、もう気軽に試すことができるんだよね。もう最近ちょっと忙しくて、本当にもう限界、もう作り置きも作りたくない、ちょっと今日も家事をちょっと1回ぐらいお休みしたいみたいな、なんかそういう本当1回だけ一旦お試しにやってみるっていうのもなんかありなのかなって思いました。毎回届くメニューとか、あと届く日数とか、その1回にお届けする個数とかも自分好みにこう自由に変えることができるから、本当に必要な時だけ頼む。私もやっぱり毎日時間
結構本当に不規則なんだよね。本当に不規則で、あとはピピとの時間も不規則で、なるべく私がやっぱりこう頑張って家事しよう家事しようって思えるようになってきた、やっぱ愛するピピのためにと思ってなってはきたんだけど、どこかこう、あ、買い物してなかったとか、あ、今日もう自分ちょっと疲れてますみたいな、もう1日ライブ2本3本やって、あのもうヘトヘトなんです。そういう時にやっぱこういう頼れる存在っていうのがあると、なんかこうある意味お守りみたいになって、すごいいいなって私は思いました。本当に気軽に始めてみてください。いつも頑張ってるみんな、私の登録者さんがなんか少しでもこう何かこう自分のために使える時間が増えればいいなと私は思っています。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。バイバーイ。